鹿児島市の小学校で他の地域の学校とリモートで交流しながら防災について学ぶ授業が行われました。自然災害から暮らしを守るをテーマに行われたオンラインの授業、広島大学などが開催したもので、桜島の近くで火山と共に暮らす鹿児島市の大宝小学校をはじめ、太平洋に面して津波の危険性がある徳之島町や北海道の小学校などから14校が参加しました。いつ桜島が爆発するのかわからないので、学校の行きと帰り、校外学習の時などにヘルメットをかぶっています。大宝小学校の子どもたちは実際にヘルメットをかぶって発表しました。はい、ありがとうございます。桜島から逃げろです。桜島が噴火をしそうなとき、どのような行動を取ったらいいのか、合言葉を作りました。避難をやったときとか、どうやって避難をするかとかを話したりして、みんなに避難のやり方を教えた。各学校の意見を聞けたり、一緒に学習できて、楽しかったから、もう一回やってみた。子どもたちはさまざまな自然災害の備えについて真剣に学んでいました。